何やら向こうの方が騒がしいですね。何事でしょう。大変な人混みになっております。それにどうも楽器の演奏のようなものが聞こえますね。広場でどなたかが何かの出し物でもやっているのでしょうか。ふむ、ちょっと気になりますが、私たちは逃亡犯のようなものですし、あまり人目につく場所をうろうろするわけにもいきませんよね。あ、発見。トモネちゃん、あの人たちを見つけたっすよ。おお、優秀優秀、鼻が利くね、まつりちゃんは。自分はビースト。うわ、いや、昔から匂いをたどったりするのが得意っす。これはナイトメアの一員として役に立つ特技っすよね。うん、おかげで思っていたよりも早くあの人と接触できる。あなた方は確かナイトメアの。いけません、逃げましょう主様。あ、ちょっと待って、どうも誤解があるみたいだけど、私たちは君たちを捕まえに来たわけじゃないよ。ほんとほんと信じて。すごいうさんくさいっすよ、トモ姉ちゃん。主様、こちらへ。我々が王宮と敵対している以上、王宮直属のナイトメアは決して接触してはならない恩敵でございます。捕まったら何をされるか分かりません。ここは是が非でも逃げなくては。おやおや、すっかり信用をなくしてるね。まあ仕方ないかな、リトルリリカルの子たちの話を信じるなら。実際私たちは君たちのフグ大天の敵と言っていい。だからまあどの口でほざくという感じだけど、信じてほしい。少なくとも私とまつりちゃんは敵じゃないよ。そうっすよ、あんたは大事な人っす。自分の良き理解者で友達っすよ。友達などと抜け抜けと。信じてほしければ私たちの本当の友を、ペコリーヌ様を無事に解放してください。それは難しいかな。正直今王宮の内実はわけのわからない状態になっていてね、みんなどうもまともな様子じゃないんだ。それに私たちの地位じゃ王宮に踏み込むことさえできないんだよ。そのペコリーヌさんって人を牢屋から出してあげるなんてことは夢のまた夢だね。ならばなおさらあなた方とお話しすることは何もございません。嫌われたものだね。どうしよっかな、無理やり捕獲してもいいんだけど、変に騒ぎを起こせばそれこそ他のナイトメアに感づかれるし、ここは一旦引いて後ほど穏便に接触した方がいいかな。え、追わなくても大丈夫なんすか。人混みに紛れて逃げるつもりみたいっすよ。捕まえるつもりならすぐに追いかけなきゃ見失っちゃうっす。うん、何なんだろうねこの人混みは。ああ、近頃街で噂のあのアイドルたちがライブをしてるっぽい。みんな、今日は集まってくれてありがとう。私たち歌って踊れるアイドルギルドカルミナです。拍手をありがとうございます。声援も、いつも応援してくださるファンの皆さんのためにも一生懸命歌います。ふふん、カルミナの大陸全土を巡るライブツアーの初日はここ、私たちのふるさとランドソルで今この瞬間から始まります。
どうか最後まで応援をお願いします。アストライア大陸を隅から隅まで巡るツアーなので、しばらくランドセルには帰ってこれないけど、どうか安心してね。寂しがらなくても大丈夫。最新型の映像配信魔法で常に私たちの活躍が見られるから。向かう国や町ごとに衣装が変わっていくので、その辺にも注目してくれると嬉しいな。衣装担当の私が頑張りました。もちろん衣装だけでなく歌などにもご注目ください。各国の風土や文化などに合わせて細かくアレンジをしながら、新曲も交えてたくさん歌います。うんうん、最後まで飽きさせない最高のライブツアーにするよ。カルミナの名前を大陸中に轟かせてくるから、応援しながら待っててね。ではでは、早速記念すべき初日、ランドセルでのライブを始めるよ。みんな盛り上がっていこう。みんなの笑顔が私たちの原動力。世界一周したって尽きないたくさんのエネルギーをもらえちゃうから、私たちも最後までとびっきりの笑顔で歌い続けるよ。さあさあ行くよ二人とも。はい、待ってました。みんなで楽しく歌いましょう。ええ、最高のステージにしましょう。お日様よりも輝いちゃいましょう。今日も明日も未来もずっと。